エフゲニー・アレクサーアンドロビチブ・シュマノフは、ゲンドシア・チュメニ州、チュメニ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、DF、MF。1971年、ゲンドシア・チュメニ州の州都チュメニで生まれ、後に、ヤロスラブリに引っ越す。サッカーを始めたのは8歳の時であった。1982年、 FC 新肉ヤロスラブリのスポーツスクールに入団。ハメはミッドフィールダーとしてプレーをしていたが、コーチの移行により途中からディフェンダーのポジションをつくようになった。その後、トップチームへ上がり、1988年4月16日の FC ゾリャボロシロフグラード戦でサッカー選手としてのキャリアを始めた。1988年には FC スパルタクモスクワを 率いていたコンスタンチン・ベスコフからオファーがあったが、先発で出場することはできないだろうと考え、断りを入れた。1989年、スパルタク・モスクワの監督がベスコフから、オレグ・ロマンツェフに代わり再び、オファーを受けた。プシュマノフはこの時も、以前断った時と同じように先発ではプレーする、ことはできないだろうと考えたが、最終的に遺跡に合意した。 元々はスパルタクのファンであり、スパルタクのユニフォームを着てプレーする夢を見ていた青年であった。スパルタクでは1989年の UEFA ユース選手権で人体を断裂する怪我を負っていたこともあり、シーズン中は3試合の出場に止まった。1991年は怪我から回復をして途中出場などした。8月頃には先発でプレーし始め、 7試合に出場したが、その矢先に足を骨折をして、シーズンを棒に振った。シーズン終了後には、スパルタク・モスクワに、アンドレイ・チェルニショフや、ラシードラ・ヒモフラが、新たに加わって窮地に追いやられ、スパルタクでの居場所を失った。1992年1月、PFC チェスカ・モスクワを率いるパベル・サディリンからの、オファーがあり、この時に、ロマンツェフから引き止められたが、 ブッシュマノフは契約にサインして6ヶ月後にスパルタク・モスクワを去った。クスカ移籍後、パベル・サディリンはクラブを去り、ゲンナ・ジー・コスティレフがクラブの指揮を取る。秋頃になると怪我が家通常通りプレイできるようになった。1992年11月4日、UEFA チャンピオンズリーグの FC、バルセロナ戦では、イリシャーとファイズリンからスルーパスを ペナルティエリアの前で受け右足でシュートを放ちを決めた。その後、チームメイトが2点を取り逆転勝ちを果たした。クスカでは、数年で監督が変わったが5シーズンに、渡りレギュラーとして出場した。キャリア後半は FC トルペドモスクワ、FC スパルタクモスクワに所属し、2001年クリリア、ソベトフサマーラに移籍。2003年にクリリアにて、現役引退をした。 1991年9月24日、オリンピックのソビエト代表として、ハンガリー戦の出場経験がある。1996年2月9日、アイスランド代表との試合で、ロシア代表デビューを飾った。かつてスパルタク・モスクワの監督を務めていたオレグ、ロマンセフが率いる UEFA ユ u r o 9 6では、ロシア代表メンバーに選出されたものの、試合に出場することはなかった。 1996年11月10日に行われたルクセンブルク戦を最後に代表からは遠ざかっていたが、2000年6月4日、モルドバ代表との試合で約3年半ぶりに招集され出場。この試合がロシア代表での最後の試合であった。現役引退後は FC 新肉ヤロスラブリのリザーブ、FC サツルンラメンスコーへのリザーブでコーチを務めた。 2008年は FC ロコモティフモスクは、2009年には FC ヒムキでアシスタントコーチとして働いた。2010年、FC ヒムキと1年契約で合意し、監督として初めて指揮を取り指導者としての道を歩み始めた。2010年11月30日、ヒムキが契約延長を求めなかったためクラブを去った。ありがとうございます。